はい、皆様おはこんばんにちは、おついちでございます。それではおついちのグラビティデイズ2続きをプレイしていきたいと思いまーす。はい、ノアハイラレオンに行きたいと思います。前回の続きからですね。いや、出てきたよ、ついにヘキサビルのつながりが。あそこに何があるんっていうんだい。あ、とりあえず行ってみないとな。よし、船を探してみよう。探してみようと言われましてもね、痕跡を探せ。いや、広いぞ結構。え、この中から船のあれを探すって結構じゃない？あれはと言いつつ見つけてしまったってやつか。よいしょー、あー、これだ。あったあった。先遣隊の船、ここに落っこちたんだ。これじゃ他にはもう誰も。お、おかえり。あ、クロー。レオバコは。ほう、ありがとうございます、うん、確かにこういう時のクローの感は当たるからね。プレオラ、元はといえば私たちがここにいるのもこの町が原因だもんね。おしょ、他に船にも周りにも人の気配はないみたい。ライエス、ああ、調査記録ってこれかな。おいや、おいや、お、意外とあっさりだったね。じゃああとは帰るだ。この写真に写ってるのノアハイラレオンの中央と。この写真も調査記録の一部なのかな、うん、おう、このオブジェクトがなんかあれなんだ。おお、何？敵？ロビお？ランセリマ、クロン。あ、ネビ。やばい。お、えい。うん、やばい、危ない、この野郎、この野郎、痛い。よし、あかん、危ねえ。よっしゃ、いや結構な数。よいしゃー、あとはあっちか。重力ゲージを回復して、とい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 。ナイス、クローナイス。クローに任せときゃいいんじゃねえか。そういうわけにもいかないか。よし、ゲージを回復して、あとどこ、それか、いったか。いや、クローじゃ倒せないだろ。私の力を持ってしないと無理なんじゃないの。はい、くっ、外すか。お、ナイス。あれ、あのクローさんの方が私の力を持っていないのに、この力を持っていないクローさんの方が上だと。バルテックス、バルテックス、いた、バルテックスからの衣装、オッケー。うわー、またなんか出てきたー、でっか。よいしょー、おいおい、おい、わあ、ちっちゃいの出てきてる。よいしょ。ラッセリマ、オッケー。一回離れて。
ダメか。落ちまーす。上がりまーす。完全に金魚だな。オッケー。一回離れるよ。ほい。ゲージがない。おーん、回復。とりあえずなんか攻撃はしてこないけどな、そんなに重だった。よっしゃ。いやね、予感がする。よし、一回落ちて上がって後ろ下から、ういっういっういっ、オッケー。あとはちっちゃいのか。おお、上に回って、一回上行って上がって、ここで切って、で回復したところでキャル。おい、これでだいぶやったんじゃない。お、消えたぜ。 OK か。なに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 、ダスピー？あれは、お、あれ叫びじゃない？あそこからなら外に出られるかも。元の世界に戻れるんじゃないか、あれ。ねえ、これってラドゥイア、良い条件ではないの確かだ。ひとまずまた光が消えてしいない足場へ。この空間が壊れ始めてる。おお、ちょっとやばいんじゃないのそれ。空間の裂け目向かえって言われても、こっちから回っていくってことですかこれ。おお、あっ、危ないな。おい、オッケー。ほい、よっしゃ、落ちます、上がります。まあ別に無理して倒す必要ないのかもしれないけどさ、倒したくなるじゃない。新しい力とか言ったらさ。こっちから、おお、ビー、ほい、ほっ、ナイス、クローナイス、オッケー。そっち、よし、次お前、ほほ、ほーほー、危ない。ほ、見えてきたぞ。なんだ、あ、いったー、やばい。とりあえず回復。おお、おいしょ、おいしょ、おい、こうな、こうな、このままいってまえ。いけ。お、入ったぞ。おー、ラララララ。あの場から命からがら脱出した私たちは、母語から伝えられた総督府の決定に憤りを隠すことができなかった。
約束と違う。外宮のおじいさんたちはなんで人質を返さないの。お、人質と番号収録のやつらは全員採掘口に投用だとよ。おい、セブン、ドゥセ。それだけじゃねえ。これからレハビリの住人以外の住人もガンガン動員して素晴らしい資源場で働けって話だ。クドパ。ジュデシシーブレ。分かってんだよそんなことは。でももう決まっちまったんだよ。結局利用されたんじゃねえかお前も。やばいね。完全に駆り出されちゃうやつじゃんこれ。ほれやほれ、力の鍵、国のためって感じだね。どうしてこんなに町、どうして町にこんなにネビーが。現在化する脅威の影、その元凶は一体何なのか。それ、そしてそれがいつしか恐るべき形を成す日のことを、その時の私たちは知る由もなかった。結構知る由もないの多いよね。あら？あらららららら？決意？キトゥンが成長した。やったねー。お、持って帰ってきたからね。はい、マイリッチ。すべてのチューン重力エナジー消費削減。はあはあ。インフィニットコンボ。制限なくなる。アンチューンっていうのもあるんだよな。アンチューン、ルーナチューンとアンチューンがあるんだよな。まあでもそんなに使えそうなやつは残念ながら手に入らなかったな。終了。チューンを自由に切り替えられるようになった。ほう。タッチパッドのタップまたはフリックすることで、アンチューン、アンチューンが通常状態ってことか。はい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 。あは、こうするとん、おう、本当だ。リザのところに行こう。お、なんかアンチューン、ルーナ、アンチューン、ルーナ、アンチューン。あ、じゃあまあこうしていこうかな。よいしょー。とにかくリザのところに行くか。呼んでたしな。あー面白い。すんごい月面。よいしょ。ほいで、こうしてこうしてこうして、はい、どうもってことだね。黒がいる。ストーリーミッションになるのか。メシアもメッセージもなくってことで、ミッション見るとストーリーミッションが、そうだね、10個目が出てきて、サイドミッションが、あ、受けられなくなってたやつが解除されたな。これ獲物の分け前、悪魔のようなあなた、ここ2つやっちゃうか。そうすると埋まるしな、ここ上からだと。埋めてこ。獲物の分け前、サイドミッションやってきます。下か。まあ新しい力を手に入れたからね、せっかくですから使っていかないともったいないわけだし。あー、ただ落ちてるだけー。高速ー。あ、そうか、下は下で俺マンホール解除してたんだ。やってしまった。おお、上に戻る。800か。多分800じゃ何もできんなこれ。よいしょ、よいしょ、ほいほいほい。あ、はまっちゃった、はまっちゃった。よし。なんでネビーが待ちに早く倒さないと。おお、なんでマジで、マジでいる。はい、よいしょ。あっちか。ほい、よいしょ。下に落ちろ。
回復したね。こう消えて避けながら、あ、ダメだ、ほほ、あと1体そうか、オッケー、よし、全部片付けたかな。デレッテッテ、オッケー、お、普通に出てくるようになったぞ。おい、街中でもエンカウントするようになったか、怖えな。ちょっと解除っていうかね、取得しつつ、下にも結構サイドミッションあんだな。で、どこだっけ、よいしょ、ミッション、サイドミッション、獲物の分け前、どこだ、よいしょ、百足団かな。おいき、おう、お前のことを仲間だと思って頼みがある。これから俺たちは軍の物資を強奪する作戦を行う。お前の力貸してくれねえか。おう、盗みはダメだけど、ダメだけど、協力する、エルゴーナの子供たちのために。はい、でもこの人たちももう今それどころじゃないんじゃないの。ホレやホレじゃないんですか、この下の人たちもね。うわ、普通に、おお、よう三隻もさ、バレずにここまで来たな。おい、そっちの方がびっくりだわ。私は何をすればいい？普通。ほう。物資の入った木箱を片っ端から要塞の外に放り投げてくればいい。のは了解。投げた木箱はこいつらが回収すると。はーい、ピピピ。どうちゅうわ。どうちゅうわ。わかった、やってみる。黒猫なんだ。ん？黒猫？この作戦の間、私の呼び方？白猫だけどな、格好はな。ありますね。お前もすんなり入ったな、おい。お、百本足か。あ、そうか、百本足だ。百足なんじゃない、百本足。黒猫応答せよ。スマキトゥンスイ、こちら黒猫、ミスマリアに潜入した。どの方向でも構わない。了解。おーい、ドジは分かった、気をつける。物資の拝借、拝借っていうかもう完全に盗んでるけどな。兵士に気づかれないように物資に入った木箱を重力スローで要塞の外へ投げていきましょう。このミッションでは隠密に行動するために重力スローの範囲が狭くなっています。奪いたい物資の近くで重力グラブを行いましょう。はいはい、いつも通りですね。40個結構だ。もうこっちの方にもよう、こう、こんな感じね。ああ、他のやつを投げちゃダメよってことは。なるほど。どこにいる？あっ、あ、やばいやばい。ああ。あー、よいしょ、はい、オッケー。え、嘘、今ので厳しくなるの？マジかよ。倒した方が早いなと思ったんだけどな。そういうわけにもいかなかった。よし、え、これどうすんの？こうでいいの？あ、いいらしい。どこにいる？そしてどこにある？いやー怖い、この辺とか超怖い。あ、でもここにもあるな。
あ、もう倒すしかないよな、そうなるとな。倒して、あ、やっちった。なんでこったい、壊しちゃったよ、おい。ほい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 、あ、ここにもあるぞ。ここにもあるけど、怖いね。ちょっとそれはどうなんですか？もう難しいな、こうか。どうだこれで、いいな。あー、もう上、ほぼ真上に投げるようにしないとダメだこれ。うわー、4つぐらいもう壊してるわ。おお、影が見える、影が見える、影が、あ、で、これを取って、上に、この辺だったら大丈夫だろう。上にボーン、ボーン、ボーン、これは違う。おい、なんか変なものが降ってきたぞ。あと、結構あるね。あそこにもある。いやー、でも2人いる。2人いるから、とりあえずこれを取って。ほい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 、あと23個、結構だな。これこういうところも行けんの、やばい、にゃー、ダメでした、危ね、はあ、怖っ。猫の鳴き声ダメだったにゃーってやったんだけど、明日に向かって飛べ、よし半分終わった、結構あるな。どう来る、どう来る、上には飛べないからな、飛ぶとまたあれだろ、船かなんかにこうピピーってやられるんだろう。そいつは勘弁だ。お、やばい、え、これもう一人いたよな、あれもう一人どこ行った、え、あぶな、あー、そっちか、で向こう行くから、はい、スライドキック、あ、ダメ、あぶね、あー、ダメか、あのね、スライドキックはめちゃんこ弱いね。いや、もう一回こっから、そんなバカな、スライドキックがすげえ弱え、ダメだ、あんなもん使えねえわ、やめよう、使い物になんなかったよ。ドラム缶も投げちゃうけど、ごめんね。あ、こうしてくれ。はい。で、そこ一人。あ、危ない、危ない、危ない。さあ来い、さあ来い、さあ来い。お、どこ行った？こっちか。普通にこうやって攻撃した方がいいね。ああ。じゃないとダメだ。ほいほいほい。で、ほいほいほい。大丈夫大丈夫。次は大丈夫、次はね。次は大丈夫です。スライドキックくらいさ、こう、あれしてほしいよね。なんだろう。一発で、一発 KO にしてほしいよな。攻撃力上げたいわ。上がんのかな、それとも。はあ、こっちやばい。こっちやばい。あ、そこなら。よし。
お、こっちにもいっぱいあんじゃん。しかも警備がいない。オッケー、グラブアップつけといてよかったな。いいよ。あ、どうも。よし、大丈夫大丈夫、そんなバレずに全部やっちまえばいいんだ。ほい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 、でもう一丁、ほい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 、お、さっきより早いぞ。で26でしょ、26。こっちはいないな。いける。どうも失礼しまーす。ほいほいほい、あと11、あと11だ。こっちでなんとかなっちゃいそうだけどな。あー、いるな、いる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 、やばいやばい。おお、そこにもいる。向こうやばいな。ちょっとこっち回ろうか。こっちの方が手薄だったような気がする。でこれちょっと取ってすぐにこっち行って、あ、ちょっとよいしょ。でこっちの安全圏から、あれ大丈夫、なんか2つしか取ってなかったか。あと8個、あと8個、8個、あった。これをもらってよいしょ。あのね、結構ハマっちゃうのよねこのゲームね。ハマってんなこれ。あ、あー、なんてこった、もう。あと7個。ああ、この辺でもう大丈夫。ほいほいほい、ん、誰だ、ん、どこにいる、どっちから来る、どっちから来る、あ、こっちだ。ふっふっふっ、ついよし、お、あと1個。これでまとめて全部、ほいほいほい、よっしゃ。こちら鉄砲足黒猫落とせよ。こちら黒猫どうしたの、小月はもう十分だ、そろそろ脱出しろ。了解。え、で何、まさか、あれ、バレた感じこれ。オートセーブです。あ、結局バレるのね。うわ、やっぱいいんじゃないの、それ。ああ、どうしよう、気づかれちゃったみたい。手薄の場所に船を回す、できるだけ見つからないように逃げるんだ。おーおーおー、空を飛べば砲台に狙い撃ちとる、気をつけろ。分かった。やばい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 、おいしょ、おおおおおおで、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 おい、いたー、おい、来てる、来てる、どこ、向こう、またもう来い、すんごいところに行かせんねん、おい。ほっ、ダメだ、よいしょ、グラブ、ういっ、オッケー、来てます、はい、どうも
よいしょ。おほー。オッケー。あぶねえ。いいんじゃない？おお、やったぜ。よっしゃ。分け前。え、いや、そんなのいらないから。いや、もらっとけってキトゥン。こういうのはもらっとかないとダメだって。ラフェー、ほらそれもなくはないけど、エルゴーナの子供たちに食べさせてあげてよ。結構食いしん坊ですけどね、キトゥンもね。お、やっぱわしがこれで友好関係が深まったんじゃないか。義足かなんかわかんないけど。うん、ありがとう。オッケー。獲物の分け前、完了。はい、ということで、まあ、お、ジェスチャーニャーを手に入れました。リザが心配、リザのところに行こう。はい、ということで、まあ今日はキリがいいのでこの辺で終わりにしておきましょう。次回はね、またこの続きからやっていきたいと思います。サイドミッションやっていこうかな、次回もね。で、サイドミッションちょこちょここなしつつ、メインミッション、ストーリーミッションやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時はゲームの高みだ。